愛せんでき Oh my sin There's a mother's great heavy On my blood My acute sin Within the leaves Below a dead shame of all The wrongs I've done As a child for sin I know I've no excuse no あったんですけれども、タスキーファイブさんは これまでさまざまな舞台を経験されてきて、まあ、思い出に残った舞台とか印象的な舞台っていうのはございますか？そうですね、まあ、いろいろあるんですけれども、はい、一番印象的だったのが去年の秋ぐらいですかね、はい、メンバーのタイザーって言ったんですけど、はい、彼があの
高校時代からね、友人が同じ大学に在籍していて、でその友人のお姉様かなが結婚されるということで、はい、その結婚式に僕ら実は呼んでいただきまして、でそこで歌を披露するその機会をあったんですよ。それは素敵な機会ですね。いや本当に、はい、まあ、普段ねこういうふうにアカペラを歌っているんですけれども、まあ、はい、アカペラを知らないお客様の前で歌を披露するってことはなかなかなくて、はい、そういう意味で言うとすごく貴重な経験だったなというふうに思ってます。僕らの演奏にすごく感動していただいて、なんかこう涙ぐんでね聴いてくれるお客様までいて、はい、すごいびっくりしたんですけど、ね、はい、それが一番印象に残った舞台ですね。はい、じゃあそれはその先ほどリスナーさんのお便りにもあった通り、こうまさにこう歌の偉大さを実感した瞬間だったということですね。はい、はい、ありがとうございます。ですね、もう一つ私聞きたいことがありまして、はい、タスキーファイブさんはこうアカペラを始めてこう今年で4年目、そうです4年目ということで、こうアカペラにこう3年間ですかやってきて、こうどのような良さを見出せましたでしょうか。壮大な質問。そうですね、はい、そうですね、僕たちはですね、大学1年生の頃から結成して、これまで3年間聖歌というジャンルの音楽に取り組んできたんですけれども、はい、その全くその出身も違うような仲間がここのサークルに集まって、でこの聖歌という難しい音楽を5人でその試行錯誤しながら一生懸命作ってきて、でその結果そのこの5人でしか作れない音楽がまあできているってことはすごい大きな魅力だなと感じています。なるほど、はい、ではこう2曲目もこうこの5人でしかできないような曲をお届けしてくださるということで、はい、ありがとうございます。それではハモラジ出演最後のバンド、タスキーファイブさんの2曲目をお聴きください。 There is a place of quiet rest。A place where sin can love.